はい、皆さんこんにちは。カーライフエッセイストの吉田由美です。吉田由美チャンネルの時間です。ワイ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 、はい、ということで今回今話題の SUV、これ新型のスバル、はい、新型のクロストレックになります。はい、XV 改めクロストレック、はい、なんかクロストレックっていうとちょっと違うイメージがあるんですけど、なんでクロストレックに名前が変わったんですか？この車はアウトドアを楽しんでいただこうということで、そういったコンセプトで車を作っています。はい、でそんな時にアメリカではクロスオーバーとトレッキングの造語でクロストレックということで作っています。なるほど。でこのトレッキングというのが我々この車にふさわしいアウトドアアクティブライフみたいなところということになるんで、まあ、この車クロストレックということで全世界統一して、はい、まあ、よりそのイメージを強めたいということでクロストレックと名付けました。はい、ということで今ご紹介していただいているのはこちらの車の開発を担当されました手塚さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速こちらの車のポイントをお聞きしたいと思います。今日なんかこのめっちゃかっこいい場所なんですけど、ここはなんか特別な場所らしいですね。そうですね、なんかここでワールドプレミア、あ、そうですね、ワールドプレミアの撮影をやった場所になりますので、うん、はい、まあ、そこで実際にこの車を撮影してもらうということになります。というわけで超贅沢です。でここは秘密の場所ですね。秘密です。はい、じゃあ秘密の場所でこれから秘密の車の、もうでも秘密じゃないんだ。そうです ね、はい、多分放送される頃は不思議、うん、はい、秘密じゃないです。はい、ということでじゃあまずフロントマスクから、これねすごいなんて言うんだろう、うねうねうねっていう感じ。そうですね、このヘキサゴングリルなんですけど、はい、こういう環合形状入れてですね、うん、かしめるような形状を入れて、まあ、力強さとか頼もしさ、こういったものを新しく表現しようということで、うん、今回このグリルを作っていました。なるほど、ありそうでないですよね。だってそうですね、こことこことこう分かれてるんですよ。でそれがつながってるっていうなんか不思議な形状、うん、面白い。デザイナーさんアイデアすごいですね。これはもう発明です ね。 ねえ、これほらこういうこうちょっと細いところがあったり、あとちょっと素材違いだったりとかして、でしかもこちらクロームがちょっとこう落ち着いた感じの、そうですね、グレーのシルバーグレーの目印パーツを入れてますね。この樹脂パーツで、まあ、この車のコーディネートをやってます。はい、あとフロントマスク周りだと何かが、この形状なんかが先ほど言ったはめ合うとか、かしめの形状ということで、これもこうグッとカラーのところに食い込ませることで、はい、丈夫さであったりたくましさを表現しています。これも新しい表現かなと思ってます。なるほど、ちょっとこうつながって C がこうつながってるみたいな、ね、うん、こういう感じで今なってますね。ちなみにライトも、ライトはLED の仕様になってますね。はい、うん、でこれは上級の仕様で、お、何が違うんでしょうか。ちょっとつけちゃいますか。 ありがとうございます。あれ、今ついてないです。あ、ごめんなさいね。はい、つきました。ちょうどいいこう明かりなんですよ。わかります、バッチリ。ほら LED とこの新しいコの字のシェイプも入れてですね、はい、今回ヘッドランプも作ってます。ここはシャープさとか、はい、うんうん、どちらかというと軽快感ですね。はい、でさらにちょっと見にくいんですけど、ここの横にですねランプが一つついてて、はい、これがコーナーランプになります。あ、安全装備の一つで、上級装備の車にはついています。じゃあこれが動くわけですね、お利口に。これは動きます。さらに横は横に向けて、はい、こっちを向けて照射します。あ、はい、なるほど、よりコーナーが見えやすくなるわけですね。ハンドル切ってこう左折右折の時にですね、うん、四角のところを照らすということになりますので、より安心して走れるということになります。ちょっとじゃあこれ夜になったら試してみたいと思います、ぜひ。そして横の方にググっときました。横の方はですね、全体的にはこう前傾の姿勢を維持して、フロントは力強さという話しましたけど、はい、横の方はこう躍動感、力強い反面もあるんですけど、クロストレックって軽快で、
まあ、躍動的なイメージもあるんで、そういったところを表現しています。こう全体的にですね、こう前傾姿勢を持って、そういう形をしています。でここちょっと後ろ下げることで、まあ、よりその前傾姿勢を、前傾姿勢をあの、なんでしょうね、強調させるような造形ということをやっています。はい、あのタイヤハウスもよく見るとちょっとこう後ろの方が上がってるんですよね。そうですね、全体的にそういう前にこう、はい、こういう感じの、あの造形になってますね。なるほど、よくね、はい、言われるこう獲物に飛びかかるような、そうですね、こういかにも走り出しそうな感じですね。はい、なるほど。はい、そして、まあ、こちらのちなみにボディカラーはこれオアシスブルーといって、新しい、はい、あの新しいクロステレック用の新色になります。あ、これも新色なんですね。はい、ちょっとあのドラえもんカラー的な。そうですね、うん、ドラえもんかどうかは別として、非常に鮮やかな青で、すごい可愛い、こういう自然の中ではですね、非常にこう目立って、ね、映えますね、いい色だと思います。はい、これもすごく好まれる色ではないかと思います。でお尻の方はですね、はい、こうやっぱりこうちょっと絞ってですね、これも警戒感とかですね、そういったところを強調させるような造形になってます。一方このところのフェンダーの張り出しなんかはですね、ポコッと出してですね、まあ、そこで力強さであったり、まあ、躍動感であったり、そんなところが感じさせられるような造形ですね、はい、しています。なんかでも後ろから見ると割と小ぶりに見えます。そうですね、キュッと締まって、現行車に対してはちょっと締まってるんで、やっぱりそうなんですね。その分小ぶりに見えるのかもしれませんね。あ、なるほど。その分こういったところの張り出し感は強調されますんで、よりこう立体的なというか、はい、また特徴的な造形になるのかなと。ちなみに E ボクサーなんですね。はい、あのこの車日本はですね、はい、全て E ボクサーということで。あ、そうですか。はい、クロストレックは E ボクサーを展開します。本国というか、あのアメリカはとか他の国は、それはもう少々お待ちくださいなかなかお答えできない。これあれですよね、ワールドプレミア。そうですね。ではちなみに何が発表されるんですか。ワールドプレミアではこの仕様が発表されます。あ、そうなんですね、はい、まさにこれ。世界に関しては随時。なるほど、お楽しみに、そういうことになります。はい、じゃあ今後ろまで来ました。あとポイントはどんなところでしょうか。じゃあ少しですね、細かいところを説明したいと思います。フロントのアイサイトです。おお、そこ大事なポイントですね。そうですね、スバルさん、あのわかるかな、 お気づきのようにですね、カメラが2つで、もう1つ下にカメラが追加されています。見えるかな、ちょっと厳しいですかね。見えにくいですかね。ちょっとここは後ほどかな。あ、そうです。あ、でもこれやるとちょっとわかるかも。あ、わかりますね、はい、3眼目のカメラを追加して、ここの部分ですね、ここ、そうですね、ここ、この、はい、今回アイサイトはですね、アウトバックレボーグで採用されている新型のアイサイトに加えて、はい、単眼カメラを追加して、まあ、より広角に、あ、なるほど、視覚を減らすということですね、はい、で広角にしているのは自転車の飛び出しであったりとか、まあ、そういったところをあの性能を上げてですね、強化しましょうということで、まあ、より安全に、設計するというか、より安全にですね、やるために三眼カメラを追加しますというのが一つ特徴ですね、はいはい、スバルさんはなるべくカメラをね多用して、だんだんデュアルになって、やがて今は三眼、その次はどうなるんでしょうね。四眼。さあ、私には分かりませんねえ、ちょっとそれも楽しみですね。そうですね、はい、そんなところが特徴になりますね。そうですね、あと少し細かくいきますか、はい、あとエンジン系とかもいきますか。エンジンは基本的には E ボクサーで、共通のものを使ってますんで、若干の改良は加えてますけど、同じあのスペックというか、そういった関係になります。ちなみにスペックはどのぐらいでしょうか。あ、これ発表するんですよね。そうですね、ちょっと言っていいかどうかあれなんで、ここでは一旦ストップ。わかりました、はい、じゃあこれはもし OK であれば、なんかテロップかなんか入れておきます。はい、はい、で外観周りで、まあ、いくつか特徴的なところで言うと、この辺はいいかな。今このデザインがね、ここがへこんでるのかなと思ったら、むしろここが平らで、平らですね、ね、まあいろんな事情があって平らにしています。なるほど、ここどうにかなるわけですね。なんかスバルさんってね、あの辺にちょっとなんかいろいろついたりとかしますよね。ああ、
すいません、なんかよく聞こえませんでした。はい、なるほど、うん、いいこと聞いちゃったかもしれない、うん、あんまり言うと怒られちゃうんで、はい、はい、少しこうじゃあ横回りでクラッティングのところですけど、はい、まあ、基本的にこう少し幾何学あの形状異形のやつをつけてですね、楽しさであったりとか、まあ、機能ももちろん防あのプロテクターするっていうところもありますけど、今回ここにアウトレットをつけてます、はい、でこれ空力走腕の空力走腕で、まあ、よりまっすぐ走る安定して走るということでエア抜きをつけてですね、あの機能、そういった機能もこのあのプロテクターにはつけてるということです。細かく見えるかどうかあれですけど、ここだけ脂肪切り替えてるんですね。あ、空気が通る、ここはさっきより見えるかも。そうですか、これどうですか、ここの部分、この部分がですね、まさに空力脂肪で、はい、あのここの脂肪を変えてですね、はい、まあ、より空力に有利なように。さすが iPhone、ほら、おお、さすが。で、ここと あとここの中ね、そうですね、こういったところも切り替えてですね、細かいところですけど、あのしっかり機能も持たせるということになります。ね、こういうこだわっているところが多分スバルファンの心をつかむわけですね。そうですね、実際あのよく効果が出ますんで、あ、そうなんですね、乗ってみて、あ、これはいいと思ってあのこれを採用してます、はい、あの違いのわからない私でもわかりますか。私も違いわからないんですけど私もわかったんで大丈夫だと思います。あ、本当ですか、はい、だそうです。はい、であとあのこの辺にカメラ、新しいドアミラー入れてますね、うん、で取り付けを、まあ、より空力にも効くような形状にしてたりとか、ここカメラがさりげなくついてますけど、はい、ありますあります、ここにカメラつけてですね、今回は360度のマルチビューモニターシステムを入れてますんで、まあ、そういった面でもあの安全というか、うん、利便性を上げてるということになります。ここがポコッと出てるタイプもあるんですけど、ありますね、今回はかなりこうフラット埋め込めて、うん、はい、あんまりこう邪魔にならない感じですね。邪魔にならないようなそんな配慮もしてみました。はい、はい、でこちらあの上級グレードっていうことで、ね、はい、そうですね、上級グレードになりますんで、はい、どのあたりが上級なんですか。上級グレードちょっとまた前の方に、申し訳ないですね、上級グレードの特徴としてし、はい、あの一つ色をですね、ここの色グレーが入ってますけど、この色と、はい、ホグランプのカバーと、はい、ドアミラーと、はい、あールーフレール、はい、ここ統一してですね、上級者はですね少しカラーコーディネートを入れてます、うんうん、でヘッドランプもですね、この先ほど言ったこのポジションがついてるのは上級仕様になりますね。この仕様は上級のみということになります。ということで雨が止みましたので、まさかの雨ですよ。私メガネこんな濡れちゃいました。はい、ということで、こちら上級グレードなんですよね。はい、上級グレードになります、はい、どんなところが違うんでしょうか。この上級グレードはですね、はい、このグリルのバーの色と、ホグランプのカバーの色、はい、さらにドアミラーの色、はい、さらにルーフレーズのこのバーの色をですね、はい、ダークグレー、あのダークシルバーの色を入れて、まあ、全体をコーディネートするということで、うんうん、まあ、ベースは黒なんですね、ブラックなんですけど、まあ、そういったところで色を少しカラー入れてですね、色のコーディネートをやってるというのが一つ特徴になります、はい、でちょっと前の方行ってもらって、ヘッドランプ、はい、これもあの上級専用でですね、あのポジションでこういうコの字の形が入ったりとかですね、ちょっと見にくいんですけどコーナーランプが入る、そんなところがですね、この上級仕様のヘッドランプになります、はい、であともう一つはタイヤですね、はい、タイヤは18インチということで、ベースあの標準グレードは17インチですけど、上級は18インチのものを入れているというのが、まあ、上級グレードの大きな特徴になります。はい、なんか XV のホイールってなんとなくあのオレンジみたいな、オレンジを切ったみたいな感じのイメージが あるんですけど、あの、まあ、XV 改めクロストレックですけど、クロストレックのホイールのこういう形状、いろんなこう歴代 あの、うん、クロストレックがこういういろいろ凝ったこうちょっと特徴的なキャラクターを入れてるのは継承されてますね。あ、なるほど。まあ、あのこういうなんていうんですかね、ちょっとあのなかなかないようなですね、キャラクターを入れてるっていうのは、面白いです ね、あのクロストレック、はい、クロストレックの特徴の外観の特徴の一つでもありますね。だってこれちょっとこうほ星型というか、星型の変形みたいな、う、ね、うん、何型というのか、星型というか人手型というか、なんかちょっとそんな感じにも見えますよね。そうですね、うん、ちょっと面白いですね。ですね、はい、はい、凝ってます。で、あ、リア、そうですね、一つ、はい、あの
特徴的な、特徴というか遊び心ですね、うん、開けていただいて、はい、遊ぶところだけじゃなくてですね、はい、昨日もあの工場してて、ここにランプ入れるということで、はい、まあまあ、夜とかですね、このところ上から照らして、うん、まあ、あのキャンプであったりそういったところもあの十分頼りになる装備を入れています、はい、でもう一つですね、ちょっとこちら見ていただくと、はい、あの滑り止めの形状で山のマークを入れる、さらに車も入れるということで、はい、いた、クロストレックかどうかは別としてね、あ、違うの違うのあまりね、こうあの言っちゃうとあれなんですけど、はい、あのこういう車のところ形状を入れてですね、まあ、遊び心というか楽しさを演出しています。ぜひともあのご確認ください。はい、でも可愛いですね、なんかこんなところに探せ的な、ね、なんか探せ的な、ところもある、探せ的な感じですね。ちょっとしたこう驚きというか、うんうん、そういう表現で、ね、面白いですよね。かわいい、はい、設計とかデザインの担当者が、はい、一生懸命考えてくれました、はい、そうなんですね。あ、また降ってきちゃいました。はい、で、あの 11.6 の、 あのものを入れてますね。はい、あんまり機能の話をするといけないような気がするんで、ここに内装関係ですけど、はい、内装はもう見てわかるように 11.6 の大型あのパネルを入れています、はい、でこちらアウトバックとかレガシーで、あ、レボーグで採用されているものと同じ内容になります。ハードは同じになります。で、まあ、それを合わせるように、まあ、インパネを入れますということです、はい、でこの車自体でやりたかったのは、まあ、あの質感を上げるみたいなところももちろんポイントの一つではあるんですが、あの使いやすさみたいなところをあの主眼に置いてます。まあ、あのこれもそうですし、例えばこのカップホルダーも、まあ、少し今並列になってますけど、はい、まあ、やっぱ使うときにあの前の位置の方が取りやすいんで前置いたりとか、じゃあこう縦に並べちゃうとどっちか分からなくなっちゃうんで、やっぱり横は維持してこういう斜めのちょっと新しい発想を入れてます。斜めのところが映ってないかも。吉田ゆみチャンネルでした。チャンネル登録もお願いします。また見てね。バイバイ。